平野です。よろしくお願いします。今回、はい、やるレクはなんと、なんと文字作ろうレク。はい、全然まだわかんない。そうですよね、うん、まあよくあるやつです。一つの文字をこうごちゃごちゃに入れて相手に渡して相手が解読すると、例えばリンゴだったらリンゴリとかで、リンゴって相手が頭使ってます。単語を決めて、はい、それを順番入れ替えて、入れ替えて、で相手がその順番を解読していくっていうレクです。あー、なるほどね。で長ければ長いほど難しいですし、うん、何個か準備してこう交換性にしたら、はいはいはい、お互いでこうゲーム性が出てくるわけですよ。なるほど。問題をお互い作っていきましょう、はい、で3つぐらい作りましょう。じゃあ3つね。難しければ難しいほど相手は難しいわけですから。そうだね。見えちゃった。見えちゃったけどわからない。今何個目？2個目です。僕が待ってる子初めてかも。そうですね。 OK です。はい、一応見せましょう。1問目がこれ、2問目これ、3問目これ、1問目、はい、2問目これ、3問目これです。はい、これを相手に渡して用意ドンで先に完成した人が勝ち。答えをその同じ紙に書きましょう。はい、位置について、はい、用意。あ、これいけるな。こっち側。これ難しくないですか、お互い。え、なにこれ、なにこれ。うん、ちょっとチェックして。足りてないでしょ。足りてないし、1個余計。いいよ。私カタカナ始めました。これは解けないでしょう。だってカタカナ苦手なんだもん。ちなみにちょっと私ヒント欲しいんですけど、最初の文字だけ教えてください。ちょお互いと私、いやお互い最初、じゃ最初だけ、プえかな、合ってます。勝ちました。私の勝ちです。わかんないよ。勝ったー。まず1個目浦島太郎、はい正解。2個目、はい、プレイステーション、はい正解。3つ目マウンテンバイク、はい正解です。ちょっとね、3つ目からいこう。3つ目新聞。そうですね、2つ目が難しいんで最後のやつをちょっと簡単にしようかな。で1個目なんだけどちょっとね違うかもしれない。あ、はいどうぞ。タケノコ山、タケノコの山です。どうなの。タケノコ、タケノコの山。あ、タケノコの山ね。知らないですか。おかしい。知ってますよね。タケノコの里じゃん。え、2つあるじゃないですか。キノコの山とタケノコの里じゃないですか。そうなの。タケノコの里だと思う。ですね、ほら。じゃあ分かりました。ヒントしましょう。はい。じゃあ次の。これ分かんない。全く分かんない。ヒントは若者、和製英語。じゃあ2文字目教えて。え。で。エレとエレクドロでしょ。ミュージック。はい。これは分かんないな。じゃあ難しくしてよかったです。勝てました。こういうレクでした。頭を使いますね。めっちゃ頭使います。問題の出す側も使いますし、やる側も出します、はい。ちょこちょこ時間かかっていればヒント出し合うのも、交換条件みたいな感じでいいのかなって思いました、はい、結構楽しかったで す, です、ね、頭使いますね、はい、はい、ということでみんなもやってみてください。見てくれてありがとうございます。バイバイバイ。チャンネル登録といいねもお願いします。あ